俺の名前は中村正人、34歳。平凡な会社員だ。ただいま、エリカ。おかえり。相変わらずそっけない。でも、エリカを引き取ってもう10年経つのか。感慨深いな。彼女は島田エリカ。高校2年生で、俺の娘なのだが、実の子ではない。俺の親友の子供である。遡ること10年前。エリカは両親と3人で出かけていた。そこで交通事故に遭い、奇跡的にエリカだけが助かったのだ。エリカ、大丈夫かな？あんなに小さいのに、一度に両親を失うなんて。やっぱり誰も引き取る人いないのよね。そうね。母親は保護施設育ちで、父親も兄弟はいないんでしょ？そのお母さんは介護施設にいるって言うじゃない？お父さんも亡くなってるし、私たちもね。とてもじゃないけど、エリカちゃんを育てられる余裕なんてうちには。じゃあやっぱり保護施設に。人見知りのエリカが施設でうまくやっていけるのか。俺に懐くのだって時間かかったし、やっぱり人事だなんて思えない。エリカ、おいで。マサト？心配しないでいいよ。マサトはずっと一緒にいてくれる？もちろんだよ。俺が親代わりになる。だから安心して。その後、俺は両親に相談。親友のことを知っていたこともあり、承諾してくれて未成年後見人として引き取った。それから俺の家で育てていくことになったのだが。お父さん、お母さん。これからは俺がエリカを守っていくんだ。支えていかないと。大丈夫だよ。俺がずっと一緒にいるから。こうして時間をかけてエリカと家族になっていき、時間はかかったけど、たくさん遊んで笑うようになってくれて懐かしいな。あ、エリカ、もう寝るのか？まだ寝ないけど。そうか。なら後でエリカの好きなココア入れるから部屋に持って。別にそういうのいいから。それより私の部屋に入らないで。うわ、わかった。なんか嫌われてるんだよな。翌日って感じで、そっけなくてさ。やっぱり反抗期なのかな。真面目に何を話すかと思えば。こっちは真剣なんだぞ。ごめんごめん。彼女は前田香穂。入社してから一緒に頑張ってきた俺の同期だ。ま、そこまで重く考えなくても大丈夫だよ。私もそういう時あったし、その年齢なら自然なことだって。ならいいけど。それよりエリカちゃんを大切にするのはいいけど、自分も大切にしなよ。相変わらず独身なんだし。それを言うなら前田もな。私はまあそう言われたら言い返せないけど。そんなある日。そろそろ寝るか。ん？まだ起きてるのかな。エリか？なんだこれ。この人形、それに年上男性、血つながってない。結婚ってこの履歴、まさかエリカ俺のこと。あれいつの間にか寝て。なんでここにって、もしかしてこれを。落ち着けエリカ、見てないから。嘘、その顔は絶対見てる。なんで部屋に入らないでって言ったのに。ごめんって。ひどい、しかもよりによって検索履歴を。マサト、ほんとごめんなさい。10分後。やっと落ち着いた。俺の頭ごと抹消されるかと思った。それでこれってどういう。もう
隠せないよね。私、マサトのことが好きなの。親とかじゃなくて、異性として。あ、全然気がつかなかった。むしろ嫌われてるのかと思ってて。最近冷たかったし。それはごめんなさい。私、もやもやしてたの。マサトが私のこと、娘としてしか見てくれてないって思ってて。それに、マサトはいつも私のこと一番に考えてくれるから。それはすごく嬉しいけど、私がマサトの時間を無駄にしてるなって。だから、マサトを諦めるためにも、子離れしてもらうためにも、距離を取ってたの。そんな風に考えてたのか。ごめん、そっけない態度取って。いいよ。でも、一つだけ。ん？俺は、エリカのこと本当に大切に思ってるんだ。エリカのおかげで、人生がすごく楽しくなった。だから、責任なんて感じなくていい。マサト。じゃあ、私、これからも好きに甘えていいの？いいわ。けど、俺がエリカを大切に思ってるのは、娘としてだから。エリカの気持ちは嬉しいけど、答えられない。うん。そんなの分かってたから、別にいいよ。でも、これからは、容赦なくいくね。え？いいって言ったのはマサトなんだから、覚悟して。だから、そういう意味じゃ。こうして、わだかまりが解けたと同時に、別の問題が発生し、翌朝。ああ。エリカ！おはよう、マサト。なんでここに？好きな人の顔見て何が悪いの？1分1秒だって、マサトの全てを見逃したくない。好き？もう忘れたの？昨日告白したじゃない。隠す気ゼロだと？っていうか、やっぱり昨日のあれは本気だったのか。それより、もう朝ごはんできてるから、早く起きて。うん。エリカ、全然今までと態度が違う。変わりすぎだろ。すぐにリビングへ向かうと。めっちゃ豪勢。頑張っちゃった。あと、お弁当も作ったから、会社で食べてね。これは、嬉しいんだけど、なんか複雑だ。このお弁当に込められてるのは、違う意味で、本当に受け取っていいのか？エリカ、俺は、ストップ。もう、私さ、確かにマサトに好きになってもらいたいっていう気持ちもあるけど、やっぱり、育ててきてくれた恩を返していきたいなって思ってるから。エリカ。だから、何も言わずに受け取って。ありがとう。お前、いい子に育ったな。マサトのおかげ。それに、私のお弁当を食べるってことは、私と同じもので細胞が構築されて、実質二人の体が結ばれるようなもので。なんか怖いこと言ってない？その日の昼休み。マサトが弁当なんて珍しいね。ああ、まあ、いろいろあってな。って、なんだこれ！いつの間に彼女？あ、違う、これはエリカが。エリカちゃんが嫌われてたんじゃなかったの？それが、実は。その後、俺は昨日会ったことを話した。そうなんだ。本当、びっくりしたよ。でも俺はエリカの親だし。まあ、そうだよね。気持ちわからないでもないけど。え？ああ、ううん、なんでもない。とにかくその愛妻弁当を食べないとね。あのな。それから数日後。ただいま。マサト、お仕事お疲れ様。距離が近すぎないか？気のせいじゃない？いや、どう考えたって。気のせいじゃない？ゲームで最初に出会う NPC なの？いいからこっち来て。どう？気持ちいい？
うん。エリカがマッサージしてくれるなんて、いつぶりだ？親としては嬉しいけど、素直に喜んでいいものか。いつもありがとうね、マサト。これからもずっと、大好きだよ。あんまりからかうんじゃない。ごめんなさい。それからというもの、エリカはことあるごとに俺にスキンシップを取ってくるようになった。そのせいで、いやおうなしに意識させられてしまい。俺はエリカの親だぞ。何考えてんだ。心が落ち着かない。そんなある日のこと。なんとかうまくいってよかったな。あんた、マサトには助けられたよ。マサト？うわーって、エリカ？この人誰？なんで二人で歩いてるの？私を差し置いてどうして？ねえ、どういうこと？落ち着け、エリカ。この人は俺の同僚。取引先の訪問帰りだったんだ。っていうか、お前はどうしてここに？学校帰り。あなたがエリカちゃん？私、前田香穂。マサトとは仲良くさせてもらってます。仲良く？マサトは私のこと一番に考えてくれてるんだよね。なのに仲良くなんて、嘘に決まってる。嘘じゃないよ。だって入社してからだから、もう10年以上も一緒にいるし。たきつけるようなこと言うなよ、前田。だって本当のことじゃん。私より長い。許せない。痛い。なんか俺まで苦しくなってきた。一旦落ち着けな。前田、俺今日はチョッキするから。はいはい。その後、前田とは別れ、未だに怒った様子のエリカとキロに着いた。マサトが浮気。マサトは私のマサトなのに。なんとかしてエリカを沈めないと。何でも言うこと聞くから一旦落ち着け。後でちゃんと説明を。今何でもって言ったよね。もう現地取ったから。一体どんな要求が。その数日後。マサト、早く。ああ。まさか要求が遊園地デートとは、意外に子供っぽくてほっとした。それにしても、本当積極的だな。俺の心臓が持つかどうか。ほら、こっち。遊園地って言ったら。はい、あーん。いや、なんでだよ。遊園地って言ったらお化け屋敷だろ。そんな古い価値観知らない。早く食べて。いや、これはさすがに。何でもするって言ったよね。うん。なんだよこれは。エリカは俺の娘なのに。その後、目玉のジェットコースターに乗ることになったのだが。大丈夫か？めっちゃ震えてるけど。大丈夫だから、これくらい余裕。5分後。気持ち悪い。やっぱり苦手だったんかい。本当に大丈夫か？ちょっとそこで休憩しよう。平気だから。危ない。大丈夫か？うん、ありがとう。それから心ゆくまで遊園地を満喫し。楽しかった。俺もなんか懐かしかったよ。そういえば昔も遊園地来たっけ。ありがとうね、マサト。改めて私を育ててくれて。なんだよ急に。今思ったから伝えただけ。エリカ、そんな風に言ってくれて嬉しいよ。俺あんまり上手に親をしてやれてないって思ってたし。そんなことない。マサトは私にたくさんのことをしてくれたよ。マサトのおかげでこんなに毎日楽しいもん。マサトは私にとってかけがえのない人なんだから。それで私
俺はエリカの。あれ島田じゃん。ヤバすぎくん。俺クラスのやつらと来ててさ。てか島田が遊園地なんて珍しいじゃん。でこの人は。まあこんにちは、エリカの父です。娘がお世話になってます。なんだお父さんか、若いからてっきり。どうもクラスメートのヤバすぎチャラ男です。って、やっぱ俺もう戻んねえと。じゃあまた学校で。うん、俺たちも帰ろっか。そうだね。それから数日が経つが、最近のエリカは少しおかしい。というのも、エリカ、今日の夜ご飯だけど。私友達と食べるから。あ、分かった。なんかよそよそしい。っていうか前に戻った。嫌われてるわけじゃないはずだけど。って何考えてんだ俺は。親ならこれくらいの距離が適切だろう。そんなある日のこと。ん、あれはエリカと、確かヤバすぎくんだっけ。送ってくれてありがとう。いいよこれくらい。それで、あのさ、実は俺島田のことが好きなんだ。もしよければ付き合ってくれないか。ごめん。あ、そっか、わかった。こっちこそ急に悪かったな。じゃあまた。うん。って、マサト、もしかしてさっきの。ごめん、盗み見るつもりはなかったんだけど。そう。そう、それにしても、エリカが告白か。なんだか嬉しいよ。え？誰かに告白されるほど、エリカが魅力的だってことだろ？そっか。そうだよね。それよりエリカ、それで、今日の夜は？いらない。エリカ？それから、エリカから明らかに距離を取られるようになった。あまり話せず、もやもやとした気持ちを抱えたまま日々を過ごし、一人では拉致が開かないと考えた俺は、前田に相談することにした。ってことがあってさ。なるほどね。よくわかったよ。エリカちゃんの気持ちも、マサトの気持ちもさ。何複雑に考えてるんだか。答えは単純なのにね。答えがわかるのか？マサトもわかってるんだよ、絶対に。わかってるって。あのさ、マサト。私、実はさ、マサトのこと好きなんだ。え？だからさ、私と付き合ってよ。それは。即答、できないよね。ねえ、マサト。それが答えなんじゃない？あ、まずはさ、エリカちゃんのこと、ちゃんと一人の異性として見てあげて。それをしなかったから、エリカちゃんはショックを受けたんだよ。話はそれから。そうか。俺は今まで、ちゃんとエリカの気持ちを正面から受け止めてなかったのか。でも、俺の気持ちは無意識のうちに動いてて。だから。何やってんだ俺は。ごめん、前田。俺。お前にひどい役回りを。これくらいいいの。本当にありがとな。もうしつこい。ほら早く行った。おう。本当に世話が焼けるんだから。帰宅後。あ、エリカ。ごめん、今忙しいから。このまま何も話さずにいられるか。ちょっと待ってくれ。何？こないだはごめん。俺、無神経なこと言った。エリカが俺のことを好きだって分かってたのに、ずっと。別に、マサトは悪くない。むしろ、私の方が。違うんだ。俺は、親としても、一人の男としても間違ってた。ちゃんと、エリカの気持ちに向き合えてなかった。だから、本当にごめん。マサト。それでさ、一つ提案なんだけど、少なくとも
エリカが高校を卒業するまでは時間をくれないかな。それまでちゃんと考えるから。エリカのこと、これからのこと。マサト、私もごめん。そっけない態度取って、また迷惑かけて。いいよ。エリカの迷惑なら喜んで。もう、何それ。マサト、変なの。でも、ありがとう。マサトがそばにいてくれて、よかった。こうして、わだかまりが解けたのだった。数日後、俺とエリカは、前田にお礼をするため、家に招待した。あの時は、本当にありがとう。おかげで、なんとかなったよ。いい大人なんだから、これからは自分でどうにかしなよ。まあ、また困ったら、私が告白してあげてもいいけど。告白？エリカ？今の、どういうこと？そういうことだよね、マサト。マサト？そして月日は流れ、エリカがついに高校卒業。よかったな。ありがとう。それで、えい！なんで抱きつくんだ？いいでしょ？だってこれからは恋人になるんだし。そんなこと言ってないぞ。ただ考えるって言っただけで。違うの？なんか痛いからやめて。わかった。でも覚悟してね。私から逃れられると思ったら大間違いなんだから。手加減はしてくれよ。ダメ。ミルです。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。優しいあなたが大好きです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると